結構でもこれでやっといたら肌質も良くなるんじゃないですかね。だいぶなんか汗も出てきたし。おお、あとここ全然取り良くなりましたよ。さっきもなんかカチッカチッとパンパンでしたけど。おお、うん、確かに殺菌高かったんですけど、うん、もう血色も良くなってますからね。なんかさっきのミラクル痛かったローキュもそこまで痛くないじゃないですか。ほら、あ、本当だ、はい、これ同じですよ。あ、痛くないわ。はい、そうそう、まあ、こんなもんなんですよ。ローキュって結構本来気持ちいい場所だから、多分疲れがめちゃめちゃ溜まってたからなんですよ。ここだって多分今だったら、まあ、痛いけどっていうぐらいだと思います。あ、はい、はい、ですよね。さっきあなた騒いでたんで、でもなんか流れが良くなったじゃないですか。今力ほら入らなくなったもん。あ、さっきまでなんかこうカッってなってましたけど今だいぶか、うん、力が、肩とかもちょっと楽になってんじゃないですか。こう軽いです。多分動きなんで良くなってると思いますよ。こっちの手もやってきますね。多分もうなんか腕の感じもこっちの方がなん か軽くなってません？お、見た目にも。そうですね。やっぱちょっと乾燥してるとよりひどくなるんで、シアバター塗るとちょっと保湿もできるので、うんうん、ちょっと あれが収まってくると思います。うん、やってきますね。冷えてますもんね、ちょっとね、手腕も、はい、うん、そうなんですね。良くなかったんですね。幸せツイートも嫌なんですね。うん、罵りツイートも、幸せツイートも、もうみんな死ねぐらいに思う状況ですね。やばいですね。そっかそっか。なんかフォローしてるのって、うんうんうん、好きな人とか、うんうん、興味ある人とか関係者だけのはずなのに、それすら腹立ってきて、もうダメですよね。身内すら腹立ってくると本来仲間だった人をね。そっかそっか、そう、これじゃちょっと不幸になればいいのに。もしかしてそれ私ですか？私なんか思ってないですか？思ってないです。私ちょっと幸せツイートしたかもしれないなと思って。大丈夫ですか？いや、すごい失礼ですけど、ちょっと炎上してるのを見ると、はい、ちょっと心が安らいでる。あ、そうなんですね。あ、そうだ。戦ってる戦ってるみたいな。いいねみたいな。いけいけみたいな。どっちも頑張れみたいな感じですか？なるべく長引けみたいな。盛り上がって長引けばいいのにみたいな。ああ、それはそれは。それは結構病んでますね。まあ、プロレスとか見たらいいんじゃないですか。そう、プロレス大好きなんです。あ、プロレス好きなんですね。いいじゃないですか、うん、全然関係ないけどこの間ブル中野の現役時代を見たら、はい、すげえかっこよくてしびれました。おブル中野とかなんかダンプ松本とか、うん、私が子供の時やってたんですよ。あ、そうなんですね。それでなんかうわ怖えみたいな。なんかすげえな、こういうなんか桃振ってえなみたいな。そういう印象しかなかったんですけど、うん、なんか超かっこよくてすごい凛々しいと思って素敵とか思いました。プロレス女子ですね。プロレス女子し、そう、なんか女子プロレスラーってかっこいいですよね。あ、かっこいいですね。うん、なんかエロいですよね、ちょっとこう、うん、なんか肉がこうブルブルしたりとかさ、こう戦う女みたいな、血を流す、髪の毛振り乱すみたいな、かっこいいと思って。
私はプロレスもなんか真っ当な見方できなくて、ほうほう、なんかマイクアピールで喧嘩してるとこばっかりなんか、あーでも面白い面白い面白い、ね、マイクアピールとか好き好き。なんかあんまり頭良くなさそうな感じいいですよね。あとか言うの良くないから。何言ってか分かんない。そうそう、なんか滑舌悪い人とかもいますからね。そう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 。そっかそっか、まあまあ面白いですよね。面白いです、ね、うん、分かる分かる。やっぱ腕冷たいですね今。痛いですよね、やっぱり右腕の終わりよりもやっぱ左腕の最初の方が今痛いですよね。あ、うん、痛気持ちいい。あ、痛気持ちいい感じですか。良かったです。あ、痛い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 、そんなにやってないですけどね。本当に痛い、痛い。疲れてるんですよ、これスマホやりすぎですよ。こうやってこうやってやってるからですよ。そうですね。なんかもう本当しょうもない使い方ばっかりしてました。切れる芸能人の動画ばっかり見てました。放送事故って調べて。あ、面白いですけどね。面白いの分かるけど、それで和んでました、ね、人の争いを見ると心が和むんだ。あ、そうかそうか。あ、痛い、痛い。何、なんか指先がね、まあ、これ、まあ、諸説あるんですけど、こっちが足先ですね。足先、足、親指の先と小指の先が足先で、小指痛い、小指痛い。で、この人差し指の先と薬指の先は手先ですね。あ、痛い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 。で、中指の頭ですね、この顔とか頭が、指先、冷えてますからね、やっぱ末端のところは。